どうもココリア TV です。今日も、韓国の屋台のお話をしたいと思います。最近韓国で流行っている屋台のスイーツがですね、バラの形にかたどったアイスクリームです。まあ、ジェラートとアイスの間みたいな感じなんですけど、本当にこうやってね、お店の人がこうやってこう綺麗にこうバラみたいなお花にしてくれるんです。その花びらみたいな形になったアイスクリームになっています。味は結構その場所によって違うので、それぞれの味を楽しんでみたりしてもいいと思います。結構もう並んでたりとか、みんなは写真を撮りたいっていう感じなので、写真映えもいいですしね。そして味も美味しいで、結構韓国ではですね、もう春夏秋冬関係なく結構アイスを食べる文化があるので、寒くてもアイス食べてる人とか結構いますね。なのでこれからも涼しくなったり寒くなったりするかもしれないんですけど、アイスはぜひみんなに食べてみてほしいです。そして、まあ、バラのアイス、お花の形になっているので、とにかく見た目が可愛い、そして安いです。300円ちょいとかで食べられるので、とてもお得だと思います。結構今回行った時はカップルとかが一つを二人で分けて食べてたりとかを結構見受けました。はい、なので皆さんもそのお花、バラのアイス、ぜひ食べてみてください。ということで今日も屋台フードをご紹介でした。アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。